はい、ダブルです。今日は世界の遊び大全51というゲームを遊んでいきたいなと思うんですけど、51って聞くとちょっとね、野球やってる人からするとやっぱイチロー選手をね思い浮かべると思うんですけど、イチロー選手は全く関係ありません。まあ、多分知ってるよね。でもね、野球のゲームあるらしい。野球版かな？うん、野球版のゲームがあるらしい。で、遊んでいきたいと思うんですけど、これオンラインは知らない人とか。じゃあ1台でいいんだよね。あ、2人でもできるんだ。へぇ。とりあえず1人だな。俺今1人しかいないからな。いたら怖いから1人で遊んでいきたいと思います。おぉ、すげえよ。チュートリアル的なのはちょっとやったんですけど、こんなにあります。やっぱ51ルールがありまして、最後ピアノですね。ピアノには51って書いてありません。もう関係ないね。スパイダーとかな、聞いたことあるな。ここら辺はあれか、1人で遊ぶゲームか。そんな気がする。そんなことないか。まあいいか。やっていきましょう。じゃあ一番最初ということで、マンカラ。はい。アフリカで生まれた、世界最古の、何これ。地域ゲーム。ごめんなさい。目が悪くてね、ちょっとね、この距離見えないです。みんなは多分携帯の画面を直視できると思うんですけど、俺結構遠目にいるので、今テレビが遠目にいるので、ちょっと見づらいんですけども、マンカラ。あ、説明してくれんだ。それがマンカラ。種まき。何か育てる種まきか。ああ、分かんねえ。これだけ見ても。あとはやればわかる。は？やればわかる。なんかよく俺言ってるわ。スプラトゥーンのさ、ミニゲームの時に、これやればわかるからって言ってるわ。CP の強さってのが普通でいいか。よし、じゃあ、マンカラを、今から遊んでいきたいと思います。マンカラ。やべえ、わかんねえ。ちゃんとルール聞いてたはずなんだけど。どっち先行？あ、俺先行ね。俺のさ、アイコンのキャラクターがちょっとブサイクだから。ゴブリンだからさ。ちょっと、恥ずかしいんですけど、みんな見られるのは恥ずかしいんですけど、ゴール入れるってことはさ、こういうことだよね。一個ずつ入れていけばいいのか。あ、相手の、どこか穴開きましたけど、これもしかして、4個だから、1、2、3、4、これでいい？え？相手わざと穴開けてんのあれ。ちょっとなんか嫌だね。なんかこれ嫌だね。あえて、なんでそっちも開ける？どうしよう。1、2、3、4、5でしょ？今5個でしょ？この穴に入れればいいんだって。だから、まあ、とりあえず、ま、行ってきますか。あ、ぴったりゴール、何それ？続けても、ぴったりゴールもう一回だって。これ結構大事なんじゃないか？何ができる？まあ、1個持っていくか。はい。はい、なるほどね。じゃあ、俺は、ぴったりゴール狙えるので、ここですね。はい。で、これ、使うとさ、穴ぼこ入れ、あれじゃない？埋まるっていうか、空きマスに入れられるから。ほら、横取り。あ、ありがとうございます。こんなにもらっていいですか？横取りそんなもらっていいですか？結構、めちゃくちゃ強くね？はい、はい、はい。ぴったり。ねえ、ぴったりいったから、相手がね、なんか1マスのとこあるから、あれ、潰したいですね。これ潰したいので、これでいいじゃん。ほら、これでぴったりできない。完璧ですね。で、こいつ横取りじゃない？あ、1個はダメなんだ。1個横取りじゃないんだ。なるほど。じゃあこれ持っていっちゃおっか。はい。横取り。え？ 1 個じゃん。1個じゃん。あ、そういうことね。対角線のとこ持っていけんの？じゃ、これ、強くね？あはは、これめっちゃ強いぞ。ほら、全部もらった。なるほど。ルールが分かった。みんなはルール分かりましたか？これもう分かっちゃったな。どうしよう。取られたくないからここ入れとくか。はい。じゃ、これで全部取れると。もう終わるぞ。俺のとこもう終わるぞ。マンカラ、終わった後に、マンカラっていうのかな？
あ、ぴったりこれじゃん。あ、くれたよ。くれたよ。横取り。しかも横取りだよ。でもこれは、俺さ、俺、こういうのうまいので、まずぴったり。で、ゴールする。んで、ぴったりいきます。横取りしよっか。横取りします。だから、量がもう、この時点で量が全然違う。もう、勝ち確なんじゃないですか？はい、ぴったりゴールじゃなくて、横取りします。多分終わったらね、マンカラっていうぞ、みんなで。地味な対決、もしかしてこれ。地味だなぁ。あ、取られた取られた、そっか。取られるか。はい、マンカラ。はい、マンカラ。マンカラ。マンカラ。マンカラ、言わないんかい、マンカラ。面白かったなぁ。これ、相手普通にしてたけど、これ、あえてさ、相手めちゃくちゃ強くするか？今ゲットしたのは誰かに言いたいゲームのトリビア。ドヤ知識。アフリカやアジアだけでなく世界で遊ばれてるらしい。このマンカラってやつは。まあ俺初めて知ったんですけど、マンカラ。あ、強いが解放された。え、ちょっとやる？強いやっちゃおっか。え、行こう行こう行こう。マンカラ負けないよ。マンカラの王者うなぎ。マンカラ。イントネーションが毎回おかしいって言われる気がするけど。どうしようかな。ぴったりゴールすればもう一回できるってことだ。こっから行こっか。はい。言うて一個なんだよなぁ。言うて一個か。ここら辺行っとくか。ね。そしたら次4マス行った時、一番左がゴールできる。あ、やっぱそっちから来るんだね。ぴったりゴールから行くんや。あー、変えられちゃった。そっか、それもできるのか。じゃあ、相手のゴールを崩したいんだよ。だから、これだね。ぴったりボーナス持ってかれるのが嫌なので。どうしよう。ここに入れるには入れれないし。難しいな。一旦これ持ってっちゃおうか。少なくしよう。左側を少なくするのあれだ。あ、ぴったりゴールもらっちゃった。え、マジですか？いいんすか？え、いいんすか？開けとく？いや。開けるならこっちだな。6番を、あ、これ6、あ、じゃあ6番じゃない。6、6個あるのか。6個取れるから、これ欲しいよね。これ欲しいから、いや、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。いや、減らしとこう。こっち減らしときます。あ、2個になっちゃった。あ、危ねえ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 、今ね、相手絶対取れたんだよ。俺のとこ。まあいいや、これぴったりここ持ってってもなんかしょぼいか。一旦穴埋めとくか、相手の。怖いから。で、反撃どっかでできるはず。うわ、ここ入れたいな。ここ入れたいな。俺これ今何個あるの？ 10 個もあるんだって。これ取られたら負けだ。ほぼ負けだ、これ。あ、これもう一回できるから一回行こっか。これで俺のターンでしょ？再び俺のターンに。1マス、怖いな。決めたわ。これいきます。はい、ぴったりゴール。で、再び、ぴったりになります。はい。はい。ね、これ13個でしょ？これをどこかで崩しとくべきなんですけど、今行っちゃってもいいかな？行くか！相手にも与えちゃうんですけど、はい！あ、しかも横取りじゃん！同じとこ戻ってきたよ、一回転して。やばい、これ。で、俺今、穴がないから、あ、でも穴作れる。ぴったりじゃん。で、これ横取りがいける。横取りいきます。横取り。5個もらっちゃうよ。はい、横取り。マンから。マンから。あ、ぴったりもらった。まずいね。6番を埋めたい。ここ開けたいですね。ここ開けたいからどうしよう。まずは、ぴったり。はい、まずぴったりで。で、怖いのは、あ、でも言うてさ、ここさ、取られてもさ、1個ずつだから、1個とか、ここ0じゃん。ここ0だし、1個だから、相手に横取り取られても、ぶっちゃけ、大丈夫なんよ。だから、ここを、開けとくか。相手6番使った時に1個とか溜まるから、1回ここ開けとこう。はい、あー、そういう感じね。これ取りたいね。これ取るには何個必要？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9。いや、わかんない。ここに1個が欲しいのか。決めました。ここですね。
まずぴったりからの相手の穴を潰していきましょう。 OK で、1,2,3,4 これ持ってっちゃうか。はい、あ、来た来た、相手来たぞ、持ってきてくれたぞ。これはぴったり目指すか。ぴったり目指す、ぴったり目指す、もうこのままぴったり目指していこうかな。で、せっかくだから横取りしたいんだけど、横取りできないから、こうだ、ばらけさせよう。はい、ばらけさせました。はい、で、これはもう、多分ぴったり狙って、これ横取りしちゃおうか。もう相手動かせるの2個しかないから、勝ちよ。これ勝ちよ。ほぼ勝ち。あ、1個になっちゃったじゃん。で、次、俺は、横取りしちゃおうか。これ横取りしたら残りの、まだゲットしたらどうなるの？終わりじゃん。あ、いいの？最後取っちゃって。うわ、余裕で勝っちゃった。このゲーム、俺が強いってことが分かりました。画面の前で私はドヤ顔しております。マンカラです。マンカラ、マンカラ、マンカラ。ねえ、よく見たらさ、普通強いの後にさ、まだ2個あるんだよ。めちゃくちゃ強いのあるんだよ。やる？すごいになったわ。強いじゃなくてすごいだって。CPU の強さ、すごい。すごい弱いのか、すごい強いのか、もうわかんなくなってきちゃった。やるか！こういうのね、戦いたい人なんだよ、俺は。戦いたいタイプで。めちゃくちゃ強い CPU と戦うの結構好きでさ。俺は先手。また先手か。さっきと同じ戦い方でいいんじゃないですか。まず開けてから、はい。まず開けてから、あれさっきどこやったっけ？こっち行ったんだっけ？違うな。いや、そうだ。こっち行ったんだ。はい。どういう感じだ？これはまだね、いける。こっちから行こう。もう、すんなり行こう、すんなり。ここは穴ぼこがなくて、逆に取られちゃいけない場所だから、使っちゃおうか。左から攻めていこう。うわ、怖え。あ、ぴったりゴールされていくー。それは強いね。それは強い、それは強い。で、ここ取られたくないですよね。取られないと思うけど。どうしよう、ぴったりゴール狙っとくか。うん。ん？これ3個今。3個か。ぴったりゴール。いや、でもでっかいとこから行くのがセオリーか。ここだな。ここ使わせていただきます。はい。で、問題は、どこだ？問題どこだ？ここだな。いや、でっかいの使おう。相手のとこに大きいのいっぱい入れとこう。嫌がらせ。あ、いい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 。1、2、3。あ、でも取れないのか。1、2、3。あー、いや、うまいな、相手。うまいな。相手うまいな。じゃ、これあえて、減らしとこう。4つでしょ、これ。あ、これも4か。1、2、3、4で、まずぴったりボーナス。で、ぴったりいっとく？いっとくか。ぴったりいっといて、1、2、3、4でばらけさせとくか。これきついんじゃない相手。あ、これきついんじゃない？はい、オッケーオッケーオッケー。で、ここ開け、要はさ、ここ開けとけばさ、次、こっちの1個から持っていけるから。取れるんよ、あの、5番。5番ってか、左から2番目の。左上の2番目を取れるのよ。あ、でもここ開けとくのもありだな。いや、まずここから開けとくか。移動させる可能性も考えて。うわ、すげえ面白い、これ。これすげえ面白い。やった！あ、じゃあぴったりゴールだ！何？それはダメだ。危なかった、俺4つ取られるとこだった。これ取られるとこだった、危ねえ。そうだ、そうだよね。相手の攻撃も考えなきゃいけないのか。いや、難しいな。面白いな。しかも今度こっち側が大きくなっちゃった。それ嫌だから、でっかいの使っときましょう。なにこれ難しい。もうわけわかんない、マンカラ。マンカラ、もうよ、わけわかんなくなってきちゃった。どうしよう。こっち行っとくか。ぴったりゴールを狙っとくそれとも。
俺相手の横取りすることを考えてるんですけど、よくないか。これで一回埋めとこう。はい。横取り。うわっ、やっべやっべ。いや、相手のが今多いよね。15個か。6個でしょ。6個、2個、1個。まじ、敵すごいなのに、ちょっと強くない？強すぎませんか？ちょ、これ強すぎませんか？やばい。え、怖い。あ、でもこれ、開ける。ぴったりゴールします。ぴったりゴールします。で、ここ使おう。はい、はい、はい、はい。オッケー、オッケー、オッケー。ぴったり、相手もぴったりゴールしてくる。あー、そういう感じね。そういう感じか。じゃあ、横取りしといた方がいいか、これ。そうだね。横取りした方が、横取り、いや、横取りしないで、左を取っとこう。ちょっと待ってね。考えさせてくれ。これ欲しいよな、相手の。これ欲しいんだよ。これ欲しいけど。ここ3個与えとくと。あ、3個になんない。あ、ごめんなさい。嘘でした。え、ぴったりゴールできるの強すぎる。俺もぴったりゴール狙おう。で、ぴったり狙う。横取り。いい試合してそうだな。お、どっちだろう今。18個だって。わかんねえ。わかんねえよ。ここはあえて1個進めておくか。で、次ぴったりゴールいけるでしょって。ぴったりゴールでもう一回。次多分ね、左の4つを動かしてくる場合、ここに溜まってくるから、動かしとくのありだな。動かしとこっか。あ、1個で来るのね。たら、ここ使ってくる。あ、じゃあこれだな。こっち行きます。はい。あ、待って、相手ぴったりゴールしたら終わる。はって考えてなかった。これ全部取られるやつじゃん。やばい！やばいこれ。これ全部取られる。やばい！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 やっちゃった！やっちゃった！やっちゃった！え、俺の方来んの？あれ？え、最後ゴールした人じゃないんだ。こっち側にあったら終わりなんだ。はぁー。勝ったよ、みんな。逆転よ、最後。相手自滅したよ。やばいが出ました。みんなやばいが出た。マンからにやばいが出た。やる？やっとくこれ。これ。やっとくか。なんか勝てる気しないな。勝てる気しないけど、もしかしたらさっきみたいなことがあるかもしれない。先行。よっしゃ！もうさっきと同じ戦い方、もうずっと同じ戦い方でいきます。オッケー、ぴったりゴール。あ、俺か。ぴったりしといて。忘れてました。開けとこっか。左側を数少なくしとくのは大事な気がする。ここが、あ、ここから1、2、3、4。ここ取られたくないもんね。ここ取られたくないから。はい、オッケー、完璧。完璧です。で、ここら辺取られてもいいんだけど、いや、これを動かすことによって取られないか。そうだね。これを動かすことによって取られません。オッケー。で、次が、逆に取っちゃおうか。横取り。いいね！この横取りでかいんじゃない？え、てか俺やばいに勝てそう。これでかいだろ！逆に取られ、あ、ぴったりゴールうまいね、相手。いや、うまいな！で、また？ぴったりゴール。うまいなぁ。いや、うまい。ずっとそっちのターンじゃん。うまいって。ちょっと考えなきゃいけない、これ。うん、動かしとこう。はい。いいっすね。いや、でも相手ぴったりゴール狙えるのか。いや、俺も狙えるか。俺も狙っといて。これ狙われちゃうんだな、1個のとこ。潰しに行こっか。ぴったりゴールを潰す。オッケー。完璧です。ぴったりしとく？あ、ぴったりして！横取り！やった！これ強いぞ！
おいみんな、ヤバいに勝てる。今日は俺ついてる、ヤバいに勝てる。横取り。わあ、横取りされた。ごめん、そっちは考えてなかったよ。でも、俺これしか動かせないでしょ。でこれ横取りじゃん。もう逆に、スティールしていこう。盗んでいこう。オッケー。いや、もう全部1個やんけ。貯めときますか。次ぴったりボーナスなので。はい、いける、大丈夫。横取り。うわ、横取り取られたけど、これはぴったりボーナスを1回してからの、横取りします。あ、ぴったりしてからの方がよかった。ごめん、間違えたわ。まあ、でもどうせ変わんねえか。ぴったりしてから、動かす。横取り。あ、でも強い。逆に、結果オーライ。え、勝てるかこれ。イエーイマンカラー